こんにちは。今年もやってきました。ミスドの福袋2024開封していきます。今回は5900円の福箱を購入しました。箱はカビゴンが印象的で可愛いですね。この箱はおもちゃとかを入れて使ってます。今年も福袋は3種類で、2400円はドーナツ20個分の引き換えカードとエコバッグ、カレンダー、メモ帳、ポーチが入っています。3600円の福箱はドーナツ30個分の引き換えカードとスケジュール、ジッパーバッグ、エコバッグ、カレンダー、メモ帳、ポーチが入っています。そして今回購入した5900円の福箱はドーナツ55分の引き換えカードとバスタオル、スケジュール、ジッパーバッグ、エコバッグ、カレンダー、メモ帳、ポーチが入っています。今年も絶対損しないミスドの福袋は健在ですね。それでは紹介していきます。まずは福箱の外観です。おなじみのピカチュウやカピゴンの他に、ソーナンス、リョウ、ホゲータ、ヌメラたちが福箱に描かれています。それでは開封してみましょう。中は一つの袋にまとめられていて、結構すっきりしています。ドーナツカードは袋と別に入ってます。それでは中身を紹介します。まずは全部の福袋に入っているメモ帳です。カピゴンやヌオーたちが寝てて可愛いですね。次も全部の福袋に入っているポーチです。色は黄色でポーチにはマチもあります。中はこんな感じで小さなトトロも入りますね。こちらのすべての福袋に入っているエコバッグです。色がピンクで可愛らしいですね。手提げにも肩掛けもできて便利ですね。カレンダーもすべての福袋に入っています。ここまでが2400円の福袋の中身となります。このカレンダーは2ヶ月ごとに1ページで書き込みができるから便利です。何も書いてありません。次は3600円以上の福袋に入っているジッパーバッグです。このジッパーバッグはポーチと同系色で、薬のようなちょっとした小物を入れられていいですね。トトロも入ります。こちらも3600円以上の福箱に入っているスケジュールです。日曜日から始まるスケジュール帳で、最後の方のページには割引クーポンがついています。またカバーも5種類あり、好きなカバーでこの1年を過ごしましょう。Thank you.
に5900円の福箱に入っているバスタオルです。ピンクで可愛いですね。こちらが5900円の福箱の中身です。去年との違いはトートバッグがエコバッグになってハンドタオルがジッパーバッグになってますね。今年の色味はピンクや薄紫が貴重ですので女性も使いやすいですね。ミスドの福袋はずっと買ってるんですけど、最近は1000円台の福袋がなくなってしまいましたよね。ミスドはマクドナルドやスターバックスのような他の人気のある福袋と違って抽選のみの販売じゃないですが、毎年クオリティが高いのでこのまま店頭でも販売し続けてほしいですね。最近はアプリとドーナツカードが連携できるようになったようですので、この後実際にアプリとドーナツカードを連携してみようと思います。それではドーナツカードとミスタードーナツアプリを実際に連携してみましょう。縦画面になり少し見づらいですが、ご容赦願います。まずアプリストアでミスタードーナツカードアプリをインストールします。次にモバイルカード発行画面で新規でミスタードーナツカードを発行する方をタップします。そしてカード画面の登録お願いします。